皆さん、こんにちは。非常識な業質集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、開業時、一番早く人気業質にするための、たった一つの成功法ということについてお伝えしていきたいと思います。開業時、ないしはそうですね、新しい講座とかを例えばリニューアルで立ち上げたとかいう時とかっていうのはやはりね、人をすごく集めたいし、やっぱり人気教室でにぎわってる感じを作っていきたいということを考える方多いと思うんですよね。でその時に考えなくてはいけないことというか、活動方針ですね、どういうふうに考えてどういうふうに動いていったら一番早く人気教室を作っていくことができるのかっていう、これをですね今日はちょっといつもと少し違った観点から、お話をしてみたいと思います。はい、それではですね、開業時一番早く人気教室にするためのたった一つの成功法ということなんですが、これはどういうことなのかというとですね、6割でもいいからもう講座を作って人を集めて実際に教室を運営してみるっていうここですね。はい、このもう6割でもいいから、もうほぼ未完成でもいいから、なんなら調査的にやってみちゃってから考えるっていうのでもいいぐらいの速度のお話なんですけど、これについてちょっと解説を、ね、していきたいというふうに思います。例えばですね、2人の方がいらっしゃって、1人スタートライン全く一緒です。例えば2人の技能とか技術とかも全く一緒だったとします。実際にはそういう人いないですけどね、全く一緒だったとします。で A さんと、B さんがいて、で A さんは、お勉強をまだまだしたいタイプの人です。要は、私はまだこれぐらいしかできないから、もっと人気教室ないしは信頼される先生になるためにはもっと勉強しなくちゃいけないということで、例えば有名な製菓学校に行くとか、有名な先生の教室に弟子入りするとか、そういうことを割と繰り返すような方ですね。でもう一方は、そのスタート地点の技術は一緒ですよ。である程度自分はこれぐらいまでは教えられると。で自分より知識がない人、例えば自分より、もうちょっとこう伝えなきゃいけない余地が残ってる人を中心に集めると決めて、もうこの技術でいいからもう教室を作ろうと思って教室を作ってやっている人、この A さんと B さんとどっちの方がその1年後3年後とかに人気教室になっている確率が高いかっていうと、どう考えても B さんの方なんですよ。それは分かりますよね。 A さんは結局教室をやってないわけですよ、スタート一緒だったとしても。だけれどもよりいいものを作るために学び続けるわけなんですよね。でここに一つの幻想があるのが、いいレッスン、いい技術、素晴らしい知識を持ってると人って集まるのかっていうと、そんなことはなくて、自分が学んだこと、吸収した技術っていうのは、この時点で少なくとも B さんより A さんの方があるんですよ。だけれどもそれを人に伝える技術と能力は B さんの方が長けてるんですよ。この違い分かりますかね。 A さんはスキルそのものは B さんよりあります。だけど人に伝える能力は B さんの方があるんです。となると、教室業という特性を考えた時にどちらの方が有利なのかって言ったら、教えることが上手い人の方が人が集まりますよね。でじゃあ教えることが上手くなるのはどういうことなのかっていうと、教える人をたくさん教えると上手くなります。はい、要は教えない限りはですね、自分の中で知識として残ってはいるかもしれないけれども、それが発信されていない、伝承されていないので、伝え方が上手かどうかはこれまた別問題なんですよね。ここ結構教室業の中で大事なお話で、学習を深めすぎちゃう人にちょっと警告っていう意味も含めてお伝えしてるんですけれども、人気教室っていうのは難しい技術を教えてくれてるから人気教室なのではなくって、
通う人にとって分かりやすく成果が出しやすいように教えてくれる先生が人気になります。ということはどう考えても数を多く経験値がある先生の方が人気教室になります。ということは、どういうことかっていうと、例えば学んだことがあるとしますよね。で、私読書とかも、ね、するし、それをね私のクライアントさんに伝えたりする機会もとても多いんですけれども、伝えようとするとですね、すごい読み返します。いろんな本あるじゃないですか。例えばちょっと今たまたま手元にあるんでこの本ね手に取るんですけど、行動の品質とかっていうね、ちょっと ちょっとねタイトルが面白くないですか。とりあえずやりゃいいってもんじゃないみたいな、こういう こういうね言葉、やりゃいいってもんじゃないっていう、私がとにかくやるんだよみたいなことを言ってる自分のあれからするとね、あれな感じなんですけど、ちょっと面白いなと思ってね、この本とかあるとするじゃないですか。で、この内容を伝えようとかするとですね、結局中を熟知してないとダメだっていうことが伝えようとした瞬間に分かるんですよ。自分って分かってるつもりなんですよ。でも人に伝えようとすると、その人が分かるように言葉を選ばないといけないし、その人が理解できるように順序立てて伝えないといけないんですね。だから、結論から言うとですね、アウトプット量が多い人ほど、その自分のインプットの情報の精度が高まっていく。イコール教師として、あ、ごめんなさい、講師としてのスキルが上がっていくんですよ。伝えれば伝えるほど。勉強したことが人に伝えることによって定着するから。で、ある一説によると、自分が例えば学んだインプット量が1とすると、アウトプットするために必要な知識量って5必要って言われてます。だから、1で1の中で自分で理解してるっていう人は1レベルなんですけど、人に伝えようとした瞬間にその知識を5倍掘り下げる、ないしは5倍よく知っておくっていうことで初めて人に伝えられるっていうことになると、ここですでにね5倍の差ができちゃうんですよ。伝え続けているタイプの人と自分の中で学びを深めている人。なので、開業時最短最速で人気教室にしたかったら、とにかく教えることを優先した方がいいっていうことです。料金とか欲しいですよ。欲しいんだけれども、自分がそこまでに達してないと思うなら、むしろただでも教える練習した方がいい。そうするとですね、想定外のことが結構起こるはずなんですよ。自分の頭の中でシミュレーションしている、とても行儀の良い生徒さん、言うことを聞く、自分の思い通りに動く生徒さんばっかりじゃないです。生身の方は、私こういうふうに伝えたのに、なんでこういうものになってしまうのとか、こういうふうに伝えたはずなのに、なんで手順が変わっちゃうのっていうシーンにね、遭遇する確率が高くなります。その時考えなくてはいけないのは、まず自分の伝え方を疑ってください。まず自分の伝え方、その人の資質性質云々っていうのはあるかもしれない、あるかもしれないけど、まずは自分の伝え方を疑う。とすると、どういうふうに改善すれば分かってくれるのかとか、どういうふうに伝えていけばきちんとやってもらえるのかっていう反省をする。これは一人じゃできないんですよ。壁打ちじゃ無理なんです。誰かがいて、キャッチボールのボールがものすごいとんでもないところに飛んでくるから、え、なんでそこ？みたいな気づきがある。なので経験値をね積んだ方が、どう考えても人気教室になっていく近道なんですよ。だから勘違いしてはいけないのは、技術とか技能があればあるほど先生としての格が上がって、生徒さんがいっぱい来るだろうって思っている人がいるとすると、それは勘違いで、むしろ教えて教えて教える中で、さらにこの知識が必要だ、あ、自分これが足りなかったんだと言って学びに行く方が、要はアウトプット前提でインプットする、これがですね一番早いです。私いつもそれで
勉強っていう領域だと、自分の趣味の領域は自分がしたいからやってるんで、勝手に勉強っていうか頑張っていくんで何ら問題ないんですよ。例えばまあお仕事にもまあなっちゃってますけど、趣味の領域っていうと写真とかね、趣味の領域になってるんですけれども、これは好きで学ぶから結構面倒なこととか暗室でフィルムを現像したものを紙に印画紙に露光して、それを現像するっていうことをやったりとかね、するとこまで勉強したんですけど、これは好きだから やってます。だから誰に言われるまででもなくやってるんですよね。でまあサックスの方に関しては、これもやっぱり好きなので、でもアウトプット前提ですね。やっぱり音楽を私のクライアントさんに、心の癒しとか勇気とか元気とか感動してもらう時間を与えるために、私の音楽も使いたいとか思っているので、その観点から練習しているので、人にどういうふうに伝わるか伝えるかっていうことから、やっているのが、サックスの音楽になるんですね。ですからアウトプット前提にするとインプットの質がめちゃめちゃ高まります。だから開業後、右も左もわからないけれども、とにかく自分の教室の質を上げていきたいと思うのであれば、お客様を教える量を増やさないといけない。だからそこで学びは並走して、足りないものをどんどん増やしていくっていう方がよほどマッチしています。だから一人で勝手に思って趣味の領域で行くんならいいんですけれども、お仕事に生かしたくて学びに行くっていうんだったら、ある程度教えられるレベルのものになったら、もうそれをねどんどん教えてってみて、必要な知識をさらにブラッシュアップっていう方が理にかなってます。なぜならば、人に教えるっていうことは自分が理解していることの5倍知ってないと教えられないからです。なので開業時全く同じ性質の同じね、 A さんと B さんっていう人がいた場合で言うと、 B さんの方が最低でも5倍早く教室業として成り立っていくということになります。で、成り立っていくということは、その中からまた必要な学びを得て、でその必要なものをアウトプットしていくっていうことを繰り返す速度も速くなるので、結果全くスタートは一緒のはずなのに、 A さんより B さんの方が圧倒的に人気教室になる確率は高くなるということになります。ですので学びは必要なんです。必要なんだけれども、伝えるという訓練の方がはるかに大事で、伝える訓練をするといいのは、一石二鳥なのは、伝えるという訓練をすることによって自分の学びが深まるということですね。だったらそっちを優先した方がいい、なので6割でもいいからもうやり始めて、その中で修正をしていく方がいいというふうに私がいつも伝えているのは、そんな事情と理由になります。はい、それでは本日のまとめをしたいと思います。開業時に一番早く人気教室にするためのたった一つの成功法とは、学び続けることよりもアウトプットの量を増やすイコール、教室業であれば生徒さんにとにかく教える経験値を増やす、これが、一番開業時にですね大事なことになってきますので、今もしかして学びを続けている方いらっしゃるかもしれないんだけれども、ある程度で大丈夫です。教えることの方が学びが多くなりますので、ぜひそちらの方をトライしていただければと思います。それでは。